ローズ、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 ローズ。最近トレモ、あ、トレモはやってる、うん、あ、リュークって誰だっけ、なんかいたな。なんかユリアンとか使ってたよ、前。はい。あ、こうなんだ。結構、ユリアンってでかいんだ。あ、そうか、これそうか。一瞬で消えた。これなんかワークか。で、こうしてシュッシュ。あ、弾抜けか。あ、でワークか。なるほど。EX は弾抜けか。ペチとジャンプで避けられないんだろうな。うわっ、結構性能いい。ダイブルが良さそうだな、このやせ。こんな位置は使えない。無敵。シロリスありがとう。うん、あと卵か。卵あれ。そうか。まだ最初なのか、この子。考えもんだな。いや。おう。ミヤちゃん、ハンバーグありがとう。あ、2発嬉しい。
もう始まるの。何かな。してんのに何好きね。ハジのトリガーはやばいです。そこに届かないか。いやーちゃダメだった。あれ。ユーザー G551432156 ありがとう。うん、急いなのはインテルの大会に出るためです。出るためというか、慣れときたい。ユーザーでいいと思うよ。余裕があるときは読む。余裕がないときはユーザー。なんか人がブワーって来たりとかして。ユーザー 590B5AFA0F ありがとう。タユーエありがとう。ユーザーのリバースピン何に勝てる？投げ。投げに勝つ。投げ無敵なんでね、リバースピン自体は。投げ無敵の技ってあんまりないんだけど。ノイズとガイルグラビ？通常は絶対投げ無敵って。あ、待て。他にない気がするな。何だっけ。トバちゃん対策はいつぐらいからやりますか？いつぐらいからなの？トバちゃんっていつだっけ？なんか、20日とかそんなんだよね。出始めじゃないね。何ぐらいだっけな？ 6 フレーム目だったかな？なんか技だけど。結構早い段階から。相手がグラップするって読んだら、わ、あれでいいわけですわ。要するにね。メラとジャネッツ。おお、普通のでよかった。普通のでよかった。囚人ティングにする必要全くなかった。
全く意味なかったな。なぜわざわざ難しい方選んじゃったの俺。はい、ひで取りこぼしたな。おばちゃんの対戦に対戦相手も決まってんの？それ決まってないんじゃないかな。シミしなくてもリバースピでいい。そうだね。まあ、通常技には負けるけど。マジで重ねが下手すぎる重ねが下手すぎるな。お前水泳マッシュなんか、ソボット以外も強くなったんだっけか。ソボットばかりが目についたけど。強くいって、中押しが強くなって、
感じだったっけ。なんでトマト強いのか。トラジリアサルト、これかゴーンってやつか。ナッシュ対策ってもう5年ぐらいしてないな。マイナス5。あーでも安いな、結構ミスりそう。うめえな。それもやってるよ。うん。まぁ、あ、ちょっと入院明けだから量は減ってるけど、まぁ、あ、ちょっとずつまた戻しつつって感じ。これはダイブなんだよなぁ。カリンキャミーはさすがにダイブなんだよなぁ。まぁ、あ、なんだろうなぁ、でも。なんだっけ。L ってかも、多分。1で弱そうやけど。あ、2で弱そうやけど。玉抜け要素があるキャラにはさすがに2で良さそう。なんだ？また行っちゃって。いやらしいな、まさのケースケトライアウト何時から。まあ見ないと思うけど何時から。23時。へえ、トライアウトってさ具体的に何すんの。
いや。カリーのタッシュキックって優しくやつだった。おお、ちょちょちょ。なんだい、なんでしょう。なんでしょう。ミートさんと戦って、コクが、で、あ、うん。なるほどね。まあ、まあ、出る意味ないよっていう、弱すぎて出る意味ないっていうことがあるってことだよね。ランクまで連勝するときって動き変えてますか？あ、連勝する用の動きってこと？いや、あんまり意識してないけどね。明日ラジオやる予定です。はい。あれ、なんでモーの後にもショーパンアイスになってんだ？何すんじゃん、なんで。
昇竜拳はむしろありがたいかもしれません。あれ、EX になった。ローマルになった。あれ、バーチャってさ、もう発売すんの？てか発売したの？あ、もう発売したんだ。パパパン。とりあえずどうかしらね。あ、だ今日生まれたら確かに。やりすぎやりすぎ、ちょっと人にやりすぎた。バーチャのリメイクってさ、いつのリメイクしたの？ファイブ。最新、一応最新作か。あ、絵は綺麗になった。ゲーム性は一緒？オーソは世界6位。おいー。キル1ってことは、なんか、単波がこなす。死ぬか。豪傑がずっとやってる。そんなに？あれ？嘘？
いやさあ、まあ3回当たんなかった。ビー立てられない上にあった。これどんぐらい？ 300 ぐらいあるか？ 300 がいいせんか？ 250 ぐらいか。あ、フード生まれた？あ、それはおめでたい。命増えた。日本に命増えた。卵ありがとう。生まれてね。どういう教育をするんだろうな。あれ？バーチャ復活の日に生まれる。確かにすごいね。ハンバーグありがとう。それは確かになんかちょっといいね。すごい、すごい、すごいな、それ。
フードジュニアが成人したら梅ちゃん60だよ。確かにそれやべえな。名前はなんて読むの？ミナト？ミナト、男だよ、ミナト。K の字どこ行った？フードの子供が成人した頃にはどんな世の中になってんだろうね。この世はね。あ、ミナ、あ、そうか、ミナのあれでミナとなのか。そんなことある？俺は変わらずゲームやってる。まあゲームはやってるだろうね、うん、ゲームやってないってことはないだろうね。CA 入力遅くなってる。あ、嘘。マジ？そうなのかな。まあ遅くなってる可能性はあるかもね。ちょい遅くなってる。マジか。まあ、実はね、CA の入力を練習一時やってたけど、今やってないんだよね。俺もあれが増えすぎちゃって、やっぱ優先順位つけてやるとね、どうしてもそういう CA の入力とかは、優先順位は下なんで。ちょっと丁寧にやる。丁寧。移動するの CA で終わったかな。練習したらなんとかなる。そうだね。練習したらなんとかなるね。なんだろう。まあ、あとはだからその、結局、すべてのことを練習するっていうのは結構難しいから、優先順位が出てきちゃうんだよ。配信業があるからな。まあでも実際ね、優先順位低いと思いますよ、この CA は。ヒットした時だけ CA は強いけどね。そこなっか。まあ1でも少なってる必要は、まあ1フレームで済むよね。言うて。ソニックの際の力みが抜けるけど、ゲートの試合が入る。優先順位が高いのはね、まあ結局、例えばね、スティフだと、まあ一番優先順位高かったのはコンボ練習なんですよ。目押しが難かったから。このゲームコンボは簡単だから。
だよね。あ、そうしちゃう？発動せず。発動したら多いけどね。反応系を一応大事にしてるね。まあ、このゲームは多分ね、対応、突然対応とかが、まあ、特にガイルはね、ガイルだけじゃないんだけど、特にガイルはそれが大事だから、それが、鈍らないようにするのを優先にしてる。実際に、ね、退院した直後、結構、なんかもうゲームが早く見えちゃって、うん、それが多分一番弱いからね、このゲーム。スト4だとコンボが大事なんだけど。体感速度は元に戻ったの。ああ、もう戻ったね、うん。もうそこは大丈夫だと思う。刀身激突など浦島状態です。早くやります。まあまあ、そりゃそうだよ。やんなくなるとやっぱり格闘ゲームは弱くなると思うよ。二週間ゲームやらなかったプロなんです。うん、そうね。だと思うよ。なあ、パンチたもんすげえ。二週間じゃないんだよ。もっと長い。三週間じゃねえか。あ、二週間半。うん。5日に熱が出てるかもね。多分、二週間半だね。それってコンボ見せらないレベルですよね。自分のようにいいとこと落としちゃう場合はコンボでしょうか。あ、その通りですね。その通りでございます。コンボができないうちはコンボが最優先。うん。スト4とかはコンボが本当にむずいから、どこまで行ってもやんないとコンボ精度が落ちちゃうんだけど。うん。スト5はコンボが簡単。まあ、スト4、ただ大体のゲームってコンボ簡単なのよ。スト4、あ、違うな。スト5もそうだし、スト3もそうだし、スト2もそうだし、うん、コンボが難かったなーって思うのは、まあ、スト4と、スト4とあとなんだろうね。まあ、03のエーパーとかもやんないとできなくなってるのかな。相棒、難しいね、スキル2ね。うっと、当たんねえか。これは2か。使う。いやー、出したよ。あれ、どうすんだ。前歩きで刺していくしかねえか。まっ、血削りで終わりかな。バーチャーって分かりました。難しいゲームは入らない。バーチャーってむずいの？いや、これ、そらっとな、マイナス4だから。あ、当てに行きづらくなったな、だいぶ。
ばあちゃんむずい？鉄拳は簡単なんだ。あ、まあガードボタンないもんね。マジむずかった。まあむずいっつうか、まあど 2D から入ったかなってことだと思うけどね。シンプルに。そう周りのやっぱスキルするってねえな。そうだね、基礎コン20フレーム用紙があるからね。まああれはまあポップンとしてもまあね、基本にね、今のなんだろう、スト5ぐらいの柔軟さがあったら、あの用紙コンは途中でなくなってたと思う。マジでか、なんか頭固かったよ、スト本場開発が。もうこういうゲームって感じで決めつけちゃってたな。コンボ練習楽しかった。まあコンボ練習楽しめる人たちにとってはいいゲームだよね。盛り上がってた。あ、でもプレイ人口ってどうなんだろう。まあゲーセンもあったからスト4の方が多いか。スト5とかでもエヴァの登録者数もすごかったけどね、最初ね。技術改良が魅力だった。まあ、そうなんだろうね。そういう人にとってはそうだったんだろうね。そうそうそう。大会のね、モニターとか、ハードとかによって、目押しのタイミング変わって、全体を難しいっていうか、まあ、ほぼ無理なの。すぐ対応するのは。今回は PS4 で、モニターがどこどこになる。あ、PS3 か。モニターがどこどこになる。無理だろっていう。いい速さで CA がつける。減った。あの頃なんでアンドリアスしたの？若さじゃない。あとゲーセンに行くとね、やっぱりいくらか痩せると思う。あと酒飲んでなかったらつまんのかな、あの頃あんまり。
若い頃はね、てか2012年頃はあんま酒飲んでないんだよな。2012年ぐらいまでは。13年の途中ぐらいからすげえ飲むようになった気がする。オフ大会が主流に戻ったらやっぱ PS4 の大会になっちゃうのかな。あり得るね。大きな金の玉ありがとう。酒って最初からうまかった。そんなことはない。最初特にビールとか苦いじゃん。でビールうまく感じるようになるの。あ、でも飲み方じゃない。その喉越しで飲むっていうのがまず最初にあるじゃん。それやんないと苦いじゃん。特に日本のビールは。味わうんじゃなくて、喉越しっていうさ。若者のビール離れすごい。ああ、そうかもな。またグレープの方がうまくない。一杯目に関してはそうかもね。ただその、二杯飲めないじゃん、ファンタグレープって。二杯以降飲めない？なんかその、ビールを一個喉で飲んだ後に、こう、匂いがこう後から来る感じ？それがうまいんだけど、でもまあ、まあでも、俺は日本酒とか、焼酎のが最近はもう好きかもな。でもやっぱね、なんか習慣というか、で、やっぱ最初の一杯目はビールにすることが多いの。やっぱり、そういう意味ではビール信者かもしれない。まあでも結局酒はね、まあ本当にその上司に飲まされてどうこうって言ってるけど、楽しい人と酒を飲めたかどうかで、ね、酒の印象って変わる気がする。俺結構ガチ。俺も、初め酒を覚えた時にダンさんとかだったんだね、相手は。ダンさんとか、なんか気のいい仲間と酒を飲んでたから、楽しいんだよ。めちゃくちゃ楽しくて。で、酒が好きになったってあるもんね。あ、こんな楽しいんだみたいな。うん、これほっとそうだと思うよ。だから、環境な気がするね。最初に一緒に酒飲んで相手が楽しい人だったかどうかっていう。
うん、俺はだからその、なんだろう、最初の印象をずっと持ってる感じだね。酒っていうのは楽しい場所っていう。だもう人がいなくてもひたすら酒を飲み続けれる人ってのは本当の酒好きだと思う。俺はね、そうじゃないんだよね。人がいないとあんまりうまいと思わないっていうか、酒の味自体がここまで好きなわけじゃないから。そう、第一印象は良かった。うん。うわ、本当にそう。誰かに無理やり飲まされたわけでもなかったしね。うん、飲んでみたいなーって自分から思ったし。あれ、裏剣入る？死ねえか。ムキさんとは飲んだことあるんですか？まあ、大麦自体が下戸だから飲まないけど、大麦がいるときに酒を飲んでることはあるよ。うん。梅ちゃんの配信見ながら毎晩一人だけ。あ、それはいいね。うん。まあ。本気は下戸だね。ゲコゲーマーは結構いますよ。本気、時度、誰だろう。R、ドグラ、あ、ドグラもそうなのかな？わかんないや。アンダーテール並みに面白かったゲーム、最近やった。面白かったゲーム。アンダーテール並み。アンダーテールほどの感動したゲームってないな。うん、あれはでもやっぱ、なんだ、やっぱ個人制作ってのもあったんだろう。で、この人テンション高い人多くない？あ、そう。あのね、いや、むしろ、俺なんか特にそうなんだけど、酒の時にやっぱ、酒飲むとやっぱテンション上がるんだよね。普段よりも、当然。でね、それが当たり前になっちゃうと、酒飲まないとね、なかなかテンション上がんなくなっちゃうよ。まあ大人だからかもしれないけど。うん、40代テンション高い方がやばい。まあ確かに気持ち悪いよな。なんかやっぱ年相応のテンションであるよね。40でめちゃくちゃテンションだからキモいもん。なんか気持ち悪いな、こいつみたいな。知り合い少なそうだな、逆に思っちゃう。知り合い、友達少なそうだなと思っちゃう。使います。逆転のために私は使うのです。うん、まあ削られましょうかな。あ、耐えた。マジか、短い。
いや、今中、あ、中短パンだったな。サムケンありがとう。アルコールよりやべえもん、先生。さあ、アル中レベル。アル中ではないけど、まあ、かなり依存してるね。まあでも、まあ、裏先好きなやつは嫌いじゃないっていうか。好きだからな、むしろ。無意味な行為だから、先ほど。無意味な行為をするやつ好きなんだよ。まあでもそれも古い考え方なんだろうな。健康診断引っかかったの？バイソンってさ、後で考えるとめっちゃガイルきそうじゃん。けど結構勝てんだよな。なんでなんだ。うわー、これ CA か。まあバイソンにマジどうしようもない無理だなってぐらいやられた記憶ねえ。レイヤーの問題だと思ってるんだけどね。強いやつがバイソン使ったらきついと思うんだけど。見てなどパワーの減らってました。いや、わかんない。知らない。まだ会ってない。2年前くらいはすげえ困ってなかった。いや、一番困ってたのはシーズン2。シーズン2はマジで無理だったね。まあ昔のそうだね、きつすぎて対策っていうか結構、うん、っていうのあるかもしれないね。マジでシーズン2、うん、きつかったもんな。なんかいちいち大会当たるたんびにさ、いちいち大会入れるたんびにさ、バイソンに負けて終わってさ。ガエルだけど私のバイソンは勝ちやすい。相性いいと思う。相性がいいってことはさすがにないと思うんだけど、不利は不利だと思うけどね。ただまあ、そんなに困んない。うん。ビフリぐらいなんだろうなっていう。全然いける組み合わせ。印象だとさ、欲しい技持ってるキャラにさ、ガエルがため解除して自分から寄ってくってやべえじゃん、奴らが。それだけ聞くとやべえんだけど。まあ、リバスピの場合なんだろうな。うわ、これピアノのか。短波とかスキルの玉の毛。まあいや、スキルだね。とにかくスキル。短波はまあ別に、むしろあんまり困んないけど、だいぶ。
まあ、あとダッシュストレートの反撃も基本入んないからね。基本フレが長いわけじゃないから。うん、もう十分な理由じゃない？もう十分な理由でしょ。しゃがないミスったな。そうそう、ボンが起こってたのは、そうですね。ベイビー事件の時ですね。それ以外で組み合わせきついけど意外と苦戦しないキャラ、難しいね。組み合わせきついっていうか、あとなんか不思議なの、そう、キャミーが結構不思議で、玉抜け強くて対空もこっち安定しないんだけど、なんか勝てるみたい。あれも結構不思議な組み合わせだね。なんか死んだけど勝てる。結局、タンク系がない時がきついんだろう。あと、トリガーがあんま機能しないのか。トリガーがあんま機能しないのか。いやー、大丈夫かな。あー、ちょっと、いいか。あと、まあ、ガイロこのリバスピがやっぱり、最後の砦として、これなくなったらもう終わりだな。さすがに。いろいろ奪われてきたけども。これが奪われたら、素直に諦めます。竜使いになります。死ぬよね。おばちゃん予選見たけど竜やっぱきつくない。まあそうなんだよね。その何を使いや多分なんでしょう。いい感じだけどね。リムジンスが堪能いいよな。うん、なんだっけ、ウズラだっけ、ウズラくんとかすげえ上手いと思うんだけど。うん、ああ、竜がまともすぎちゃうんだよな。技で地上戦してくるやつに勝てないんだね、竜は。基本。でもそれは竜が弱いっていうより、技で地上戦してる側に問題があるんだけど、どう考えても。バーディー、ザンギ、アビ。デカキャラ無理でしょ。まあ昔から竜は投げキャラきついんだけど。スト2時代とかから投げキャラきついんだけど。まあそういう意味ではあんまり昔の伝統を崩してないということ風にも言える。チャンやダルシも無理。まあそうだね。そこら辺には勝てない。チュンリーの猫パンいるのかな、あれ。いらないと思うんだけどな。
なくても別に普通にいい勝負になると思うんだけど、玉キャラと。ペイ1、ありがとう。今回剣のがいける。今回剣のがいけるんじゃない？わかんないけど、あの詳細見ると、なんか、可能性感じるけどね。これまでの調査で技削除ってあったっけ？さすがに技削除はないんじゃない？強いて言うなら、竜のしゃがみアッパーのモーションが変わった。結構思い切ったよね。それぐらいじゃないかな。テイク100です。いや、削除じゃない。それ言ったら、それ言ったらこれ、ガエルのそばって削除じゃん。テイク100ですが削除だって言うんだったら。そばつ削除ですよ。で、投げられちゃうね。ジュリのさ、このトリガーってさ、2本にしてはかなり強いね。相当たくれてない？先生大仏に削除。本当だね。あれ削除だね。あ、もともと3本だったんだ。うん、まあ、3本だと弱いかもしれないけど。2本だと強いよね、この鳥は。意外とジュリ強いはありそうだよな、ね。まあな、ジュリが強いとずっと言ってるもんね。いや、大ピーク強い。そうそうね。これ。あ。いやーそうか、魂しかダメなんだよ、ね。突然ショップ落ちた。何が逆に弱いんだろうね。ジュリの見た目はありですか？まあ使ってもいいかなとは思えるけど。ああ、風固めがきついってことかな。まあ、そう。使わない？うん。ジュリーを使うかってこと？そうね。まあでも、使うキャラマジいねえなーって言って、難民になったら、触ってはみるかもね。でもまあみんな使ってないってことは、
やっぱなんか足んないんだろうね。ゼクとかって基本強化もらいっぱなしなのかな？だとすれば強、なんか強そうだよ。格ゲー始めたのがキャラすぐ使える人練習がためです。どうなんだろうね。まあ、どうなんだろう。まあ、いろいろ使ってみてもいいかもしれないね。その連続技ができるぐらいの、その、まあ、それ本当の基礎ができるんだったら、触ってみてもいいんじゃないかなという気はする。あ、こういうキャラいるんだなぁ、みたいな。まあ、でも俺は多分新しい新作ゲームやったら基本キャラだね。リバスピークラカン技にしてくんねえかな。危ないかこれ。うわ、走るべきだったか。あ、しまった。ロー強化は梅ちゃんにとっていいことなんじゃ。まあそうだね。今日ウォッチパーティーはね、多分、わかんない。やるかもしんないけど、スト5の、あの、環境次第かな。あとは眠気、俺の眠気見たいは見たいんだよな、そのゲットアウトってやつ。めっちゃ興味ある。ストーリーとか全然知らんけど。インテルワテガでよくない。まあね、基本はそうだ、ね。ただなんか、スト5やって疲れ果てたら、見てもいいかな。4時間ぐらいやるとね、やっぱ結構疲れるんだよね。でも今から4時間通過。今から、あと2時間半後っつったらさ、もうさ、11時とかになっちゃうからね。ちょっと夜更かしになっちゃうよね、みんなね。だから、まあ、多分ないかな。ラウンジやって人来るかな。この時間なら人いるか。やってみるか。昨日マジ眠かったもんなぁ。そこ寝たわ。尻からサリーありがとう。
そんな眠かったら MJ さんですか。麻雀は別腹なんだよな。麻雀は別腹。楽ゲーは眠かったら絶対できないけど。てか麻雀でも、まあ、かなりミス増えるけどね。うん、でもまあ、なんか、サマーがワンボタンでとおけさになったら強いですか？強いよ。酸素足りてない。いや、酸素は多分もうある。僕もラストは配信してた。ばあちゃんのフリップやってない。フードが人の目の話だった話した。ウォッチパーティーは週末固定が助かる。なるほど。両方反射の域なの。まあ、ストリブ、格ゲーは、まあ完全に、まあでも格ゲーも麻雀も大体反射だね、正直。対戦して相手の用意して想像できる。できねえな、さすがに。トパちゃんだと現状記載って誰ですか？まあ、サコさんでしょ？サコさんが一番きついんじゃないかな、あのブロックだと当然。で、あとは、いや、でもみんなきついけどな。最近やってないし、どういう変化をしてるかわかんないじゃん。ガチ君とかもなんか、時間経つと結構変わってるから。マッチャーは嫌でしょ、当然。ボンとかな、ナッシュとかで来るんだったら、やっぱちょっと、ナッシュ戦、熟練度低いから、嫌だなという気持ちは、あるよね。あるじゃんね。ポッパスマン。この時に、どのぐらい、ごめん。これはまだ安い方なんだ。これで安いって思っちゃいけない気がします。さすがに。さすがに教育されすぎな気がします。これを安いと思ってしまう。あ、でも結構芸術使うっちゃ使うのか？まあ、出た。これむずいよな。マネジメントレベルでゲージタイム変わった。あ、そうだっけ？あ、え？いつから？今回から？今回からそれ。それって、レベル高い、レベル3で発動したら前回より長いの？
事実会じゃねえか、わかんねえ。前々回あれそうだっけ、なんかでもそんな、そういえばそんな挑戦あったような気もする。で、じゃあ発動前には結構このレベルを削っとくの大事なんだね。この状態で発動されちゃうとちょっとまずいわけだ。この状態では発動されてもそんな怖くないってことだよね。500フレームずつ違うの。そっか、じゃあ結構前なんだ。じゃあ元のフレームとか言われても昔すぎてわかんないんだ、みんな。じゃあこの時に V タイマーゲージ、あ、V ゲージを増やしといてあげるといいんだな。増やして、この状態で発動してもらうと、非常に都合がいいわけ。元は3000。元が25だったらただの強化だよな。元が3000ぐらいがちょうどバランス良さそうだね。今回のこの G の一番の強化点って何なの？あれ？さあ、レベル1で発動。これめっちゃ芸術感かな。結局あんまり関係ない気するんだよな、これ。コンボ食らったら終わるし。3の方がちゃんと強い。上げたんか。ミナーツのバリア消費量が増えた。あ、へえ。レベル3では2の単位での強化。まあそうだね。下段な。ついつい忘れちゃうんだよな。わ。リーライズ連続ワンダーでしょ。うふ、締めるぜ。
さえしのげば結構やっぱもう結構いけるよな。うん、コンボが入っちゃうとまずいよね。こっちになっちゃった。入り。今週行ってる、そう。自分以外のガイル使いでうまいなと思う人はどんな特徴がありますか？どんな特徴って言われるとわかんないな。特徴とかではないね。総合的に見るから。最近剣使いの欄に増えた。いや、増えたんじゃない？剣使いの人入ってくるケースが増えた。まあ、強化されたから。強化されたからってのも変だけど。まあでもまあ、前の剣ガイルにて、めちゃくちゃガイルに有利だったから。やりたくなかったんじゃない？シンプルに。あ、まあ、そう。ドリバー危ねえ。商品使いか、うん、バウンス差し返す。確かにな、危ねえか。めちゃめちゃ広いな。エータさん結局剣使ってたね。いや、まあ、このシーズンの剣でいいじゃない。このシーズンの剣でいいじゃない、普通に。結局っていうかもう、普通に剣でしょ。この距離の大パン結構反撃受けないんだよね。強いんですよ。実は。決め打ちで打つんだけど、ね、発生が遅いから投げ見てからボタン押すんじゃなくて、決め打ちで打つんだけど、ね。結構ね、反撃見ない。まずいや。もう来ないですね。
ライルの裏剣で差し返せる。ああ、簡単。簡単でございます。今日って6月1日になるのか。うん。減らねえか。入った。こちらコンソメ。なんかカクカクしてる。のり塩が一番く、なんかでものり塩って人っち行くとのり塩が出てくるんだよね。人ってのり塩好きだよな。ワンチャンあるな。あ、おお、耐えた。プテチ食べた後で対戦できる。よし、やんない。絶対にやんない。カラムーチョしか買わない人いるんだ。カラムーチョって、いや、うまいんだけどさ、悪くなっちゃったなぁ。なんでだろう。罪悪感かな。これ、俺は今、カシャ食ってるぞーっていう罪悪感かな。ポテチとかってまだごまかせるんだよ、なんか。なんかまだごまかせるんだよ。ちょっと塩辛いものをいただいておりますっていうぐらいの感じなんだけど。カラムーチョはさ、カシャ食ってるっていう感じじゃん。よっしゃ、良い。これ。ピザポテトもそう。そうだね。スコーン。スコーンの、あれね。あの、あれね。
バーベキュー味ね。あれやばいね。うん、親には絶対に見せることのできない食い物。親が留守中にしか食えない食い物。死んじゃう。あれ。生きてる。俺生きてる。シュ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 。もうこのキャラ無理か。ドンタコスもすごい。そうだね。そう。親に見られても平気なのは、ポテチのお寿司味と、とんがりコーンと、おっと、あとは、札幌一番、とか。あー、かっぱえびせん。サール。じゃがりこ柿の種ね。いや、基準はやっぱりその、あんまりこう、なんつうんだろう。あのさ、わかるでしょ。だって、じゃあ、親に食ってるとこ見られちゃいけないお菓子は、まずスコーンバーベキュー味、ドンタコスメキシカン味、ピザポテトカラムーチョ、じゃない。わかるよね。いや、まあ、親に見せないのは大げさなんだけど、親に見せないのは大げさなんだけど、やっぱあれ食ってる時ってなんか、いいのかなみたいな。俺食ってていいのかな俺っていう。なんかやっぱ罪悪感、すごくない？罪悪感ランキングで言うとプリングルスのなんだっけ、マッシュタ、サワークリーム、まあ、あれもなかなかだよね。あとハッピーパウダー 250% 増量も相当だ。とりあえずリーバス P。いで。いで。食らわれてました。いやー今のとかな、消去。カロリー同じでも油の質が違うよ。チェーンに V シフトしてる動画見た。なんか意味あるのそれ。甘いお菓子で好きなの。なんだろう、アルフォートとかかな。あー、なんだろう、終わるんだろう。入院中さ、なんか、一応看護師さんに立った人もらえるんだ、売店があって。それでアルフォートめっちゃ頼んだ。
あれマジか。EX にしなかった。強い。あれ？あれ？これちょっと待って。マイナス。いくつだっけこれ。忘れちゃうんだよな。さあほい。死ぬんだよなこれな。アルフォートもチョコ界で親に見られたらアウトブルー。あ、そうなの。あとダース、ダースも好き。てかチョコ、まあうまいと思うよ。普段食わないけどね。ダース。あとなんか昔、内田駅が CM したなんだっけあれ。クランキーか。あれクランキーだよな、確か。あれも食ったなぁ。あのなんか、つぶつぶがうまくてさ。あ、小枝食った。あれ、小枝 CM したん誰だっけ。小枝の CM したん誰、中山美穂。違ったっけ。これ好きないんですよ、意外とね。あんまり大パンツってことは、あ、おい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 、たまんだよ、シャイブ。ああ、だ、CA でよかったね。タチショーキック CA とか言っちゃったよ。バカすぎるーん。なぎー。はーい。敵技からこの発動減るのもないな。ふん、食べ。とりあえず投げよう。親が家にせんべいとか置いてなかった。置いてなかったね。まああったけど、まあでもせんべいもあったら食う。てか、子供の時は家に食い物あったら絶対食ったね。
さっきの、それは中ソニ連打三大系 CA。あ、そうなんだ。中ソニ連打なんだ。中ソニ連打って絶対入る？楽しそうね。シュッシュッ頑張るか。え、マジ？この距離いけんだ。勧誘ドロップ懐かしいな。こんなゲージの使い方いかがでしょう。懐かしい。なんだろうね、あれね。なんて言えばいいんだろうね。まあそう、グミみたいな感じだよね。夏になんもねえんだろうな。勧誘ってまだあんの？食べ過ぎ注意。あ、そう。ちょっと待って。できてる。マジ？
ああ、そっか、どっちか。いって。誰だったか。三人目かな。三人目だった。サド。サドって。まあいいか。初めての人はしやっとくか。ケンジ。ありがとう。カマチが世界大統領だ。梅ちゃんもっとストライブやろう。確かにな。運転まではちょっともうちょいやるか。デビルサマーの我慢して。あれ、インテルって、予選3回だっけ？そしたらでも相当やるんだな。予選取ればいいんだけど。近日と4回。4回？要するに4回？近日。え、そのさ、近日って言うけど、金曜日、え、それあれでしょ？決勝ってことでしょ？その日曜日は。違うの？どういうこと？予選が4回あって、各2人が、ずつがまず通過。わあ、早かった。シノさん把握してないと思うけど、
シノさん何も把握しないと思うよ、多分。いつも把握してるけど。なんかインテルの大会、多分アクションあんまり、詳しく知らないと思う。1回目しかエントリーできてないとかない？あ、多分そうだね、だから。金曜日？日曜日も予選ってこと？ああ、でもさすがにそれは分かってるか。さすがにそれは把握してるそうだな。でも一応聞いとこう、今日。念のため。一応聞いてみるじゃん。金曜日、今週の金曜日は間違いなく出るんだけど、あれ来ちゃったよ。休憩。あ、流星だったらっていうかやめてよかったな。流星だったらやんなくてよかったな。普通に後から入ってきただろうし。ねえ、ちょっと早かったな。あれ流星ってグループ C だっけ？C か。伊田さんと吉田が両方いる。6月忙しいね。あれ、ノーマルなの。さっさ。Vリバ使わないのね。
さてさて、当たるよな。よしよし。おいで。マーチャーやってないね。あれ大中大弱弱あっラジオ再開、うん、明日からラジオやりますよ。またうわーマジか。マチャ来るね。うん、インテルの大会サイドで出場選挙見るけど、1日目にしか梅ちゃんの名前ないよ。あれでもうエントリーって終わってんの全部の。あーじゃあ出れねえか。まあしょうがねえな。
これで。あ、待てない。あ、まあ大丈夫。あ、じゃあいいや。あ、まあできる。あ、オッケー。じゃあよかった。トナメ組み合わせ直前ならんとわからんのか。確かにそうだよね。一応今連絡はした。エントリーしてますつって。4日間出れるなら配信してくれ。配信するとね、ラグくなっちゃうと思うんだよね。だ携帯で配信とかならできると思うよ。スイッチとかでさ。PC で普段ね、両方やってるから、これはちょっとね、多分、ランクなっちゃうと思う。わー、マジか。けどさ、結構大会配信してる人多いよね。あれ、あれ、まあ配信、昔のさ、ゲームセンターっていうか、昔の大会っていうのも、隣に人がいるのが当たり前だったし、まあ、なんなら本来ならそれが普通なんだけど、今オンラインが当たり前だからさ。だから別に配信するっていうのはそこまで嫌じゃないんだけど、何回ね、ちょっとやっぱり気になるかな。なんかワイワイ大会に出るっていうこと自体は別にいいんだけど。ああいうところでな、タイができればな。お、マジ？
そうそう。だからね、携帯で、俺を映すっていうのだけはできると思う。うん。チューチュー。試合画面はね、映さない。あ、じゃあちょっと休憩で。